はい、皆さんこんにちは、ヨッチーです。今日はですね、僕とウス将軍さんと、鈴木さんとセロリさんですね、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ウスさん、すいません、この間ですね、僕ほら職場の人間関係のことでウスさんにちょっと相談した時に、苦心一言っていう言葉が出てきたと思うんですけども、あれちょっと聞いてですね、ちょっとすごい興味持っちゃって、ちょっと今回ですね、動画でも収めたいと思ったので、本日はちょっと苦心一言についてもう一度よろしくお願いいたします。はい。一元っていうのは日蓮大聖人の御所にも出てくるんですけど、もともとは孔子、論語の言葉でして、はい。孔子が李氏十六、第十六っていう、その論語に出てくる李氏十六に、孔子曰く君子に九子ありって、こう、まあ、教養のある人は心を尽くすよ、心のことがあるよっていうので、死には名誉を思い、見るときは明瞭にこう、はっきりと見て、聴には僧を思い、聞くときは上辺だけじゃなくて、こう、ちゃんとその人の真意を聞くように。で、死には恩を思いって、態度、まあ、顔色ですね。顔色。顔色はこうね、朗らかに、柔らかにしよう。態度。死には恩を思い、業には教を思い。態度は良くて、で、言には忠を思い、言葉は心を、ごめんなさいね、忠っていうのは忠臣の忠です。字には敬を思い。まあ、字っていうのは、まあ、仕事のことは、仕事はちゃんとやろう。で、義には門を思いって、疑問を持ったら残さないでちゃんと言おう。で、憤には難を思い。まあ、怒っても、まあ、他に難儀が及ばないようにしよう。徳を見ては義を思うって、こう、まあ、そういう、ね、なんだろう、いい話、徳を得そうな話は、ちゃんと、その話が、いいことか悪いことかをちゃんと見極めようっていうので、九死一言、九死っていうのが、これを、まあ、思おうというのが、大聖人が言いたかったことだと思います。孔子って最初出てきたと思うんですけど、孔子って何ですか？孔子っていうのは、古代中国の思想家で、いわゆる聖人と言われる人たちです。中国の、そう、聖人と言人の名前なんですね。われる、まあ、人ですね。はい、人でああ、す。なるほど。かしこまりました。ありがとうございます。はい。ヨッチーさんの、話に、前、俺も聞いたんだけどさ、今ね、これ豊田さんのホームページでね、苦しい自分を引くと、これが出てきたんだよね、ちょっと読むね。これね、そう、あれですよ、ヨッチーさんから聞いて、たのもあって、ちょっと僕も勉強したんですよ。で、一応まあざっと読んだんだけど、ざっとね、ざっと読んだ時に、あ、これのことかなと思ったことを、ちょっと、じゃあちょっと、ちょっと待ってね、今資料出して、ちょっとお話ししますね。これね、豊田さんのホームページ、さっきも言ったんだけど、で、まあ、出てきます。で、仏道修行に大きく分けて6つの修行法がありますと、これを六波羅蜜と申しますと、その6つの修行、6つの菩薩行、六波羅蜜とは、第1に伏せ羅蜜、第2に自戒羅蜜、第3にニンニク羅蜜、第4に精進羅蜜、第5に禅定羅蜜、第6に智慧羅蜜。第3のニンニクって、ニンニクって言ったらニンニクをイメージしちゃうから、人情肉。って言った方がいいんじゃねえのかな。うまそうですよね。ニンニクですね。そう、俺、ニンニクなのかな、ウッサン、これ。ほう、ニ正解は。ンニクです。人情じゃないんだね。ニンニクなんだね。ニンニクです。ニンニクラーメンのニンニクじゃないからね。ニンニク腹ですね。まあ、この第1番目、筆頭にね、伏せ羅蜜が置かれてると。で、何故この伏せ羅蜜が置かれているかといえば、
この布施原道が最も簡単にできる菩薩行、仏道修行であるからですと、こう言ってるわけね。で、この布施原道とは、お金や物を与える財政と、説法をする法説と、恐怖心を取り除いて安心を与える、無為性等の3つがあると。でなおこの不正を特に仏法僧の参謀に立てまつることをここを言うあれで、極用と申し上げるのでありますということらしいわ。豊田さんのホームページによると、で、その中でその下にね、こう無罪の7歳っていう文言が出てくるんですけど、またここから分かれるんですよね。この布施原道の中でこの無罪の7歳っていうのが出てくると。で布施原道の修行の中に無罪の7歳というのがあります。これは財産を損なうことなくできる不正極用でありますと。そしてその孤独具合は絶大でありますと。その無罪の七世とは、造法造経か、造法造経巻第6、七種の因縁に説かれる、現世、和言越時期世、言時世、新世、でまた神聖、この4番目の神聖は身体の神にあのお世の世ね。でその次の神聖は心に、心と書いてお世の世で神聖で、そして正座世、床に正座の座に、お世の世で正座世で、最後に傍舎世、一傍二傍三傍の傍に牛舎の舎とかの舎房の舎の傍舎世のことでありますと。でね、これをね、僕ちょっとざーっと読んだんだけど、この中でね、ここだと思うんだよね。この3番目のね、言時世っていうところなんだよね。ここをね、ちょっと読みますね。ちょっと待ってくださいね。ゴンジセ、3番目なんですよね。3番目のゴンジセ。これは言葉の伏せでということでありますと。で、まあ、さっきも言ったように、造法造経巻第6、七種世の因縁に、父母、師長、師長っていうのは師匠の神に、何やら長の長ね。で、社門、バラモンにおいて入難の業を出し、祖母、祖母は荒っぽい雑な言葉の言にあらざれば身をするも身を受けて、言語言語の便利を得ることを言説すべからずして人のために信じつけられ未来成仏して四弁祭、四弁祭とか、これを第三の家宝と名付くるなりと、と説かれておりますと。これは、優しい柔軟な言葉を持って人に伏せをすることということであります。無礼な言葉、俺ちょっとぐさってきたかな、もうな、ちょっと反省しなきゃいけないところがね、この無礼な言葉、心ないお世辞、これは俺ないな、心のないお世辞ってのは俺言わないな、二枚舌も嫌だね、自分が言ってると思うとすごい嫌悪しちゃうね、嘘、悪口、悪口は酒飲むと言うかな、言いますでしょ。まあ、なるべく出さないよ。嘘を使わない人もいないよね。だけど厳しいんですよ、ここは。これらは仏教者の言葉ではありません。この中の悪口は一番いけませんって言ってるんだよね。人の悪口を言う人がいたならば、その人は仏教者ではありません。特に法華経を信仰している相続の悪口は最も恐ろしい罰を受けます。
まあ、その由来がね、結局「法華経」第4「法師門」第10の中に、これ難しいんだよね「脈に一躍丼」「若い」と書いて漢字でね、で「人」そして「煮る」っていう漢字に漢字の一、そして「悪剣」と、で「既存の木」だな。あ、こうした剣と括弧して書いてあるけど、在家出家、独自法華経王者、五在人中、すっごい難しい字よね。よちさん大丈夫？ちょっとよちさん大丈夫？あ、すいません、ちょっとフリーズしました、すいません、続けてください。フリーズっすか。これがね、うん、もし人一の悪言を持って在家出家の方を法華経を独自するものを、規制その罪甚だ重し、法華経321括弧して、と説かれておりますと、うん、日蓮大聖人様は、法蓮生の冒頭にこのお経文を引かれまして、法華経の末代の行者を心にも思わず、色にも染めまず、ただ戯れて、罵りて候が、上っていうのは神なのかな、神の台場だったがごとく、三行そうして一中行仏を無理し立て祭るに過ぎて候と説かれて候。平成新編810ページかな、これ、と解釈されております。これ、通義すると、たとえ心に思っていなくても、冗談であっても、法華経を信仰する人の悪口を言うべきではありません。その罪は、台場だったの滞在に比べて、100千倍以上であります。では、法華経を信仰する者の言葉とはどのようなものかという問題提起の言葉があって、そんで次に法華経巻第1方便本第2、まあ、僕らが、日々、公共の時にお唱えする方便本第2ですね、ゴンジー入内科初心ってところですね。これが、ゴンジー入難にして、主の心を越下せしむっていう、と説かれておりますと。うん、ここ、深いね。なんか刺さるね、俺。うん。そうですね。普段何気なく読んでるんですけどね。うん、やっぱ大事なことだ。何気なくこれ毎日ね、朝晩唱えるんだけど、これが、なんかちょっと刺さりますね。と説かれておりますと、慈悲にあふれた、柔軟な言葉を発して他人の心を喜ばせるということが、大切だと説かれております。それは、同時に、人を成仏させる言葉ですと。相続っていうのは、相続っていうのは、つまり相続ですよ。僧侶と族、族って言うんですか？在家。あ、在家。あ、在家を族って言うんですね。そうです、そうです。ああ、なるほど。族。そういうこと。しかし、常に柔軟な優しい言葉だけが良いというものではありません。ときたもんだ。時には強い言葉も必要です。よっちーさんのその間の質問いいね。たまに入れてね、わかんないところね。はい。そうですね。うつさんが答えるから。はい。じゃない。まあね、これ、常に柔軟な優しい言葉だけが良いというものではないと。時には強い言葉も必要だと。で、そこで、これ、禅無井三蔵章を引くんだけど、禅無井三蔵章に、たとえ、豪言なれども、人を助くれば、実語難語なるべし。たとえ難語なれども、人を損ずるは、猛語豪言なりと。これもまた、辛辣な仰せです。難しいな。これ難しいよね。俺たち、なかなか足りないよね、ここね。
俺たちじゃねえな、俺だか、俺がだね。ごめんね。みんなですよ、みんな。うん、こうで、日本中の人々は日蓮宗宗の相続以外は全て方々の人たちであります。このままでは地獄に落ちる人たちであります。例えば皆さんが近くに小さな子供がいて、その子供が親から離れて赤信号を渡ろうとしていたならば、どのようにするでしょうか。優しい言葉や小さな声で渡ってはいけませんよという人もはおりません。誰でも大声で強い命令調に、危ない、渡るな、そこを動くなというはずでありますと。これは例えとして赤信号ってのはよく僕らも例えるけど、それだけじゃないところもあるよね、これね。ありますね。方々の人を祝福するときは、基本的には優しい柔軟な言葉で祝福します。しかし時と場合においては、強い言葉も必要です。たとえ強い言葉を発しても、それは相手を救うための言葉でありますから、方便本の根治入難に当たるのであります。相手の方々を認めてしまったならば、それは たとえ優しい言葉であっても暴言であり嘘でありますと。智蓮大聖人様も師匠道前坊に対して、方々を改めさせるために強い言辞をかけられたと、禅武三蔵章に仰せであります。ただし大勢の人たちの前で法論や釈迦をする時の心構えとして、教行証五所に、工場にして龍の訪問申し候えばとて、増言豪言、自賛気になる体、人目に見すべからず浅ましきことをなるべし、いよいよ神杭を整え慎んで主人に向かうべし、新編1166ページかなと仰せでございますと。まあこれはあれね、工房の人たちに対してだね。そうですね。はい。ことだね。決してそこの辺は、あれだね、長寿とは違うところだよね。門外釈福、門内長寿っていうところですね。まぁ、あ、ちょっと脱線したけど、はい、本堂に戻ります。大勢の人の前では、方論の相手だけが釈福の対象ではありません。そこにいる全ての人たちが釈福の対象であります。から、このような時は、素晴らしな言葉遣い、強い言葉遣い、自慢するような言葉遣いは、絶対にすべきではありません。私たちの普段の会話における言葉遣いは、ここかな。私たちの普段の会話における言葉遣いは、法華経の行座として智蓮大聖人様の弟子旦那として、ここ四つ言ったら大丈夫、智蓮大聖人様の弟子旦那と言ったら、旦那って何ですか、ね、旦那って何ですか、旦那って、ね、要するに在家ですよ、ここは。在家ですね、在家、在家ってところね、弟子って言ったら、大聖人様のご僧侶、弟子旦那って言ったら、ご僧侶方、弟子旦那だから、弟子は、そう、弟子は重さ、大丈夫ですか、ね、弟子って言ったときは、それは、ご僧侶方なんですよね。はい。まあね、はい、そこ、大丈夫ですか、はい、いいですか、はい。そして、恥ずかしくないように、柔軟な優しい言葉遣いをすべきでありますと。大聖人様は、ここでね、これ、内さんさ、俺、ここ、危ういとこなんだけど、ね、はい、十字御所と書いて、これ、虫持ち御所って読むんで、はい、虫持ち、はい、そうです、虫持ち御所、ね、はい、よかった、あ、そう、恥かくところで、ここね、YouTube 聞いてる皆さん、はい、虫持ち御所ですよ、はい、ここです、これです、災いは、口より入れて身を破ると仰せでありますか。法華経を信仰する者は言葉を大切にしなければなりません。ここに出てきますね。ここで、あれですよ、櫛一言の言葉が出てきます。諸春天皇御所です。諸春天皇御所に、さればおいの身になれども、思うことをおばたやすく申さぬぞ。こうしと申せし賢人は、櫛一言とて、孤高の旅、これは漢字の9に、どうと書いて、
中の思いでひとたび申すと。これだよね。ここで初めて苦しい次元って出てくるんだよね。これね、新編1734ページとございますように、思ったことを話すのは正直だと思われるかもしれませんが、それが他人を悩ませたり苦しめたり追い込んだりする言葉であるならば言うべきではありません。孔子の苦し次元の中に言は忠を思う、論語理士、とあります。言葉というものは口と心とが別々であってはならないのであります。ところが肝心の心が曲がっていれば自然言葉も曲がってしまうものであります。人を成仏させる言葉、それは私たちの基本一句でありますという、うん、これまあね、あの無罪の七瀬の中の言辞世というこのところの解説、豊田さんのホームページから口一芸を言ったらこれが出てきました。ざっとこの無罪の七瀬、僕もずっと注目したんだけれども、この言辞世だなぁと、あのよっちさんの口一芸についてはね、ここじゃないかと思った次第でございますよ。そしてですね、これも出てくるんですね。日蓮大聖人と私、地上金吾御所、苦し次元第2章、最新の用心を即される。これもね、豊田さんのホームページがこれ出てくるんだけれども、はい。まあね、地上金吾御所、苦し次元寺第2章、最新の用心を即される。本文は、1175ページ10行目から1176ページの5行目まで、これがね、ちょっとざっと通下しますね。ちょっと早口になりますが、それ本文を読んだ後、通下の文をちょっと読み上げてきますね。これにつけてもあまりに怪しく候、孔子は苦し一言、周魂胆は歩みするときは三度握り、食するときは三度は風たまう、古の賢人なり今の人の鏡なり、されば今度はことに身を慎ませたまうべし、夜はいかなることありとも、一人外へ移出させたまうべからず、たとえ神のお召しありとも、まず下人を御所へ使わして、御所というのは御所って、読むみたいですね。使わして、なぎない、これはうちうち、っていう感じです。一条を聞き定めて、腹巻きを着て、鉢巻きし、戦後最後に人を立てて、出資し、御所の傍らに心寄せの館か、また我が館かに脱ぎを着て参らせたまうべし、家帰らんには、先っていうのは前という感じです。先に人を入れて、戸の脇、橋の下、無山、これ馬屋だね、馬屋っていう感じだね、の尻、高戸の一切暗きところを見せて入るべし、これがね、背馬うには、背馬というのはね、あの焼くっていう感じに、棒ずる、なくなるっていう棒っていう感じで背馬うって読むらしいんで、背馬うには我が家よりも人の家よりもあれ、宝、これは財っていう感じです。宝を尾を染みて慌てて火を消すところへずっと寄るべからず、まして走りいずることなかれ、出資より、主、衆の恩ともして恩帰りの時は、帝の馬より降りて糸間の差し合うよし、ハウガン、これはハンガンですね、ハンガンに申して、急ぎ帰るべし、神の王をせなりとも、世に入りて恩ともして御所に久しかるべからず、
カエ村には、カエ村には、カエラムには、大神に深き栄人、深き用心あるべしか。ここを、用心あるべき、あるべしっていうことで、ここは必ず、仇の伺うところなり。この言葉がまた、グッとくるね。人の酒は、人の酒束、たまわんと申すとも怪しみて、あるいは言葉を出し、あるいは用いることなかれ。よっちさんフリーズしてるでしょこれ。あ、分かっちゃいました。分かっちゃいました。フリーズしてるでしょ。通下しますね。はい。通下します。うん。こうした評判を聞くにつけてもなおさら不審に思うのである。孔子は串次元と飲酒交談は客人があれば髪を洗っている時でも三度も迎え、食事中であっても孔中の食を吐いてでも客を待たせず三度も対応した。それが古の賢人であり今の人の鏡である。それへ今度は特に自重していきなさいと。夜はどのようなことがあっても一人へ外で出てはならない。たとえ主君がお呼びであってもまず下人を主君のところに使わせて、確かに、ご主君のお呼びであることを聞き定めて後腹巻きを着鉢巻きをして戦後左右に人を立てて出資し、主君の館の近所の あなたに心を寄せる人の館かまたは、自身の館に鎧を脱ぎ置いて参上しなさい。また家へ帰るときには先に人を入れて戸の脇、橋の下、馬屋の後ろ、高殿など一切暗いところを見させてから入りなさい。火事の場合は我が家から出資しても人の家から出火しても財産を惜しみ慌てて火を消すところへ近づいてはいけない。まして走り出すようなことがあってはならない。出資から主君のお供をして帰る時は、帝のところで馬から降りて用事がある死を半眼で急いで帰りなさい。主君の仰せであっても、夜半夜中に入ってお供をして、御所に長くいてはならない。帰る時には一層心に深く用心しなさい。帰る機会を必ず仇が狙うからである。また人が酒をあげようと言っても怪しんで、あるいは言葉を濁し、ある場合ははっきり、断りなさい。というのが今の御所の続けでございます。ちょっと一回ここで聞こうかな。この後に串一言の語訳と追記、衆魂譚の説明講義で終わるんだけど、ちょっとここにこれを読む前に、うちさん、ちょっとここまでのところで何かあります？いや、まあ、そうですね。一言、うん、あ、ね、で、また用心ですね、その、言葉ですね。そうね、この、ね、やっぱその、何か言ったら、うんね、それを、ね、恨む人もいるから、まあ、気をつけようということも、うん、まあ、いろんな意味、自助金吾さんはね、確かにこう、着服もすごいされて、で、自分の主君のお着服されてもしてましたからね。そこでこれ、また、あれでしょ、自助金吾さんっていうのは、ものすごいこう激しい気象の方。そうです ね、激しい気象だって言われる。それを結局、自助金吾さんの奥さんに、こうやって、なんとか、ご主人の、その、歓喜、激しいところをね、直していきなさいっていうような御所も確かあったよね、確か。そうですね。これもちょっと定かじゃないけど、確かあったよね。今でしたら結構、こう、ガンガン物を言うタイプで、うん。私、まあ、いろんな面があるらしいんですけど、お医者さん。いろんな、そう。市場金庫御所って、だから、結構、ね、僕もね、まあ、僕、あれなんですよ、豊田さんは釈福親なんだけど、大先輩でもあるんだけど、お叱りを受けることが多々ありましてね、お前はね、四条金吾をよく読みなさいと。四条金吾殿、女房殿、四条金吾、女房殿ご返事か。これをね、よく読みなさいと。
よく言われるんです。だから、たまに読むんだけどね、それで人もあるんだけど、だこれあれだよね、通家の中で、出資から主君のお供をして帰るときは、五分のところから馬から降りて用事があるし、半岸に行って急いで帰りなさいと。主君の仰せであっても、夜中に入ってお供して御所に長く行ってはならないと。帰るときには一層心に深く用心しなさいと。ここをね、帰る機会を必ず仇が狙うからであると。また、酒をあげようと言っても、怪しいんで、あるいは言葉を濁し、あるいはある場合ははっきり断りなさいと。これ、ごめんね、これ僕の試験ね、試験ですよ、はい、皆さん。これね、正確な、解釈ではないと思います。この辺ちょっと、内さんあたりにお伺いしたいんだけど、これ僕が思うに、これね、お前はね、気性が激しいから、敵が多いぞと。だから用心しときなさいよっていう意味に思えるんですけど、どうですかね。いやー、そうだと思いますね、やっぱり。その、主君が作付したりだとか、そう、非常勤号一説には、ね、鎌倉で一番ね、イケメンだったっていう説があって。ああ、そう。そうすると、やっぱこう、あれじゃないですか。で、女性がやっぱ寄ってきたら、それを、心よく他の人は思わないじゃないですか。モテたんだね。モテたんだ。あれ、ちなみにさ、その、ウッサン、その、四条金吾はすごいイケメンだったっていう、その、エビデンスは何？なんかで読んだんですよね。ちょっと、そう、なんか昔なんか小説家なんかだった、でも、思ったんですけど、そう、大体、四条金吾のね、なんか、四条金吾っていうかさ、大商人の映画とか、大体かっこいい人が使われてますよ。四条金吾。あ、ほんと？そういう、なんか、あとで後で読んでますよ。そういうちょっと説があるっていうのは聞きました。まあ、可能性としてはその説は続説かもしれない。続説かもしれない。御所とかではないんですけど、そういうふうになんか、そうだね。言われてたっていうのを、なんか聞いたことではない。だからやっぱ敵が多いってやっぱあるんじゃないですかね。なのでこう、恨んでる奴がいるかもしれないと。まあ、いるかもしれないって。気性荒いっていうのはね、よく言われてますからね。こう、門戸行くのも刀持って行ったんで、そういうのも聞いたことない。ものすごい激しい気性の方だったっていうのは、僕も聞きました、それは。四条金吾殿は、この頃暗殺されるんじゃないかっていうのがすごくあって、実際にこの後に暗殺の動きがあったんですよね。で、それをなんとか逃れてるんですよ。だからもうそれも大商人様がもう思ってたので、それでこんだけの用心をしろっていうことを言ったっていうふうに、検証会時代になれました。それちょっと待ったのか、検証会時代にっていうところがちょっとまあ引っかかりはするけど、そうですね、まあそうなんですけど、たださ、ちょっと待ってね、ということはさ、四条金吾さんはさ、四条金吾さんは激しい気象の方ではあったけれども、要はその激しい苦言とか豪言をこう用いたというのは、あくまで法門の者たちにこうブワーッとこう言ってたんだろうね。だから大商人様はこう深く用心しなさいってこうおっしゃったのかもね。おそらくそうですよね。やっぱ福祉支援っていうのを与えられてるのはやっぱり四条金吾殿だけなので。そうだよね。四条金吾殿のことは四条金吾に与えられたことがすごいなんで、結局四条金吾殿がやっぱりね、まあよく言う悪くはないですよ。悪くはないですと、こうちょっと強い言葉を言ってしまうところをこう、少しこう抑えられたという。古事成語を使ってちょっとそういうのもあるぞっていう。わかりました。ではその九死一言のね、語訳ね、よちさんいいですか。はい、九死一言、九死、漢字の九に思うと書いて九死の末に一言を出すということで、物事の是非善悪を十分に考察した上で話をすること。九死一言という語は孔子の語としては見当たらないが、論語の李氏第16に孔子曰く、君子は九死あり、君子は空死あり、苦死あり、死には妙を思い、長には相を思い、死期には恩を思い、暴っていうのは相棒の暴ね、暴には凶を思い、弦には忠
中を思い、字には、字っていうのはことね、ことっていう感じで、字には、敬うという感じで、敬を思い、疑わしきは、問いを思い、こう、憤には、これ、憤りっていうふうに、まあ、豊田さんのホームページには書かれてない。怒った時は、まあ、怒っていいのかな、そうだね。憤には、憤りには難を思い、得ることを見ては、義を思うとあると。で、水気、引用した論語の意味、意は、見るときは明らかに、聞くときは悟く、顔色は温和に、つまり形ね、形はうやうやしく、言葉は忠実に、ことにあたっては敬い慎重に、疑わしきは質問し、怒りには難がつきまとうことを思い。はい、その通りです。利得を前にしては、道義にかなうが正当であるかを思念すること。これ分かりやすいね。どうですか。そうです、分かりやすいですね。これね、これは大変大変僕は身につまされるお言葉でございます ね。はい、次行きましょう。周公旦とは、周の文王の子、文王の弟、姓は木、名は旦、生物名は不明である。文王の死後、武王の武は武力の武ね、武王とともに、陰の、不王を討ち、武王を助けた。あ、中央か、失礼しました。中央ですね。ありがとうございます。さあ、すみません。ナイスフォロー。武王を助けたと。武王の死後は、妖帝の姓を助け、東方の陰の反乱を自ら遠征して沈めた。この東方遠征は広範囲に及び、これを機に、黄河下流の平原を統治圏内に収め、落位。後の洛陽の都を建設し、周王朝の基礎を固めた。周公はその統治期間に周一族や後進、を各地方に派遣して封建制を施行し、また陰の一族を各地に分散させるなど多くの改革を行った。また陰代の神聖制度、神に政治のせいに制度を申請制度に加えて、社会の道徳を慣習化した、礼というのは礼儀の礼ね、礼を社会秩序の基礎とした。ここから中国の儒教思想が芽生えた。周公の人格と知性は孔子などの儒者から厚く、尊敬されたと言われると。じゃあちょっと続きますよ。歩みというのは入浴の浴っていう感じで、感じで歩みするときは三度握り、食するときは三度吐かせ、芝生の式第指揮官33にある五字。周公旦が天下の死を求めるために示した態度で、人の訪問を受ければ先発の時でも食事の時でも中断して、礼をおろそかにしないとの意味。ここでは周公旦の故事のようにあらゆることに気を使うべきであると言われたところ、式にはここにおいてついに聖王助け、聖王っていうのはなる王を、助け、しかしその子、これは白金をして、白金っていうのはすごい明白楽の白に金っていうのは金銃の金ね、こう白金をして代わりて報じ、世に尽かしむ。中高白金を戒めて曰く、我は文王の子、武王の弟にして西王の叔父なり、我天下においておいて、また戦士から卑しからずなのかな、戦士からずしかれども、我は一輪に三度髪を取り、一般に三度穂を吐き、落ちて持って土を持ち、なお天下の賢人を失わんことを恐る。こう世に行かば、慎みて国を持って人におごることなかれとあると。で、すいませんね、もうすぐ終わりますよ。とあると。この講義と続いて、
本省で、四条金吾の金人の実証を心からめでられながらも、ご自身四条金吾の身を案じられて本省で金吾に対し最新の用心を心からぬよう美に入り才をうがつ指導がなされている。すなわちまず孔子周公旦といった先見の事例を挙げて用心の鏡であることを説き、次に具体例として夜間外出の時、帰宅の時の用心、家事の際の用心、出資の折の用心、酒の招待を受けた時の注意と実に細々と指導がなされたところであると。指導というものは原理原点を教えることに重点があるのは当然であるが、それとともに現実にどのような行動を取るべきかを現実に即して教えていくことも重要である。大聖人はここで日々の生活の中で慎重に行動していくことが信仰の実践になることを教えられているのであると。以上、これが四条金吾御所九死一元寺です。はい、ありがとうございました。まあまあ、ここで九死一元についてはここまでかなと。どうでしょうか、皆様。ユッキーさんどうですか、わかりました。そうですね、で、ごめんなさい、ちょっとここまでいろいろ読んでくれて本当に申し訳ないんですけど、これざっくり分かりやすく言うと、これ何なんですかねっていう。はい。一つのことで、9つのことを思えってことですかこれ。一つのこと、人は。セロリさんに、セロリさんどうですかこれ、じゃあ、え？分かりやすいよりざっくり。うん。9つの考え方を持って一言喋るみたいな感じですかね。そうですね。この感じか。うん。9つの思いっていうと、9つの思いを持って一言喋るべきとか、9つの考えを持って一言喋るってことですかね。うん。いろんな角度から見ましょうとか。そうですね。見るとき、聞くとき、顔つき、態度、言葉、仕事、疑問、怒り、利益、これこういうの気にして喋るってことですね。例えばさ、こういう例えどうかな。例えばグラウンドがあってそこに学校があって4階建てだったとするじゃない。はい。そのグラウンドに立った目線とさ、2階に上がった時の目線、まあそれはグラウンド上にいる人の境涯と、2階に上がってる人の境涯と、3階に上がってる人の境涯と、4階に上がってる境涯、またまた屋上からの目線の境涯、それと、あとあれだよ、今、ブーンと垂直に上がるやつ、あれなんて言ったっけ？ドローンですか？そうそうそう、ドローンで、ドーンと上がって、真上から見たものとさ、やっぱ見えるもの違うよね、きっとね、これ。まあ、うん、普通に見る場所とか角度っていう、やっぱさっきの無罪の7世に出てきた、大勢の人の前では、ホールの相手だけが所属の対象ではありません。そこにいる全ての人たちが所属の対象であります。っていうように、やっぱここで YouTube でこう喋ってることっていうのが、例えば、検証会発釈で言ってても、それを聞いてるのは検証会員だけじゃなく、ポッケ公演さんも聞いてれば、他の一般の人も聞いてるとか、まあそのいろんな人が聞いてるってことを考えて、まあ、喋って。そうだよね。グラウンドからの目線、一段上がったところからの目線、2階、3階上がったところ人からの目線、4階から上がった人の目線、そういう人たちの、なんていうのかな、心情も考えて資料して、っていうところかね。難しいぜ、これ。そんなこと考えよう。でも、それができないとやっぱりね、なんかダメなんだろうなって思います。なかなか。これをやろう、できな、やってみよう、うん。昔の成人はやってたんだぞっていうことを言って、そうだよね。うん、いや、難しいな、難しいけど、でもやっぱりそれを思考して、やっぱり精一杯努力して、
やっていかないといけないんだろうね。だからこの番組一つとっても、もしかしたら僕らの目線、僕らって言っちゃいけないね、俺だね俺がそのグラウンド地べた目線かもしれないもんね。ところがどっこい、やっぱり、うん、本当にさ、あの僕らなんかよりもよっぽどこう本当に仏像修行を打ち込んで境涯が上がった人たちの目線から見れば、俺なんか本当に取るに足らない見方で物を言っているっていう風に見えるのかもしれないんだなっていうことは、今回これ串一元を勉強してみて本当にちょっと痛感したところではありますね。はい、まあ、むしろあれじゃないですか、温かくね、みんな一生懸命勉強してるんだって見てくれる人もいるでしょうし、そうですね、そういう風に言っていただくのが一番嬉しいですね。まあ、学んだながらもすごい頑張って勉強してるじゃんというか、いやいや、ほらそんな優しい人ばっかりじゃないからね、言ってくれると嬉しいけどねでも、うん、そうやって喜んじゃうとまた慢心しちゃうんだろうね俺なんかね。でもああ、うん、そうですね、それはあるな、うらせばですね、うらせばですね、私の傾向性として、うん、そんなとこかな。あ、どうも言われるの、はい、あ、そう言ってた、はい、そうですね。だ、結局その浅井先生ペテン師っていうのをただボッと言うんじゃなくて、いろんなことを考えながら浅井先生ペテン師って言わなきゃダメってことですよね。そういうことですよね。まあまあまあ、君はそういうことも言わなきゃいけないけど、そうね、そうですよね。そういうことですよね、まあ、大きな声で言ったら嫌だっていう人もいるから、はい、どうやって言うかね、はい、だってさ、よっちさん言ってたけどさ、はい、その浅井さんをさ、はい、浅井翔英はペテン師ってその言えなかったって言ってたじゃない、はい、いつだったか、はい、うん、まあそうだよね、法華行為になってもそういう呪縛から取れない人っていうのもまた実際現実にいたんだからね、うん、ゆっちさんがそうだったんだね。そうっすね、僕、浅井先生大好きなんで、見てくれてるかな浅井先生見てくれてるかなっつって。あ、ごめんなさい、ふざけちゃあんまりね、よくない。すみません。いや、いいじゃん。あ、いいじゃん、言っちゃダメだろ。いいじゃんっていうか、まあ、まあでもその、浅井先生の何が悪いかをちゃんと説明しないと、ただ、漠然と言っちゃいけないって感じですよね。そうでしょう、そうですね。こうこうこうだよなっていうのをしっかり言わないと、ただ言われたんだね、悪口と同じ、うん、だから、うん、そうね、ただ単純に、まあ、最初はペテン師だよって、ずら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 悪口並べてる動画じゃ俺たちもつまんないもんね。そうです、俺もつまんない、そうです、まあ、そうです、そうです、面白くないです、うん、面白くないよね、自己投入のところをね、言ってみるとかね、ちゃんと自分だって言わないと、うん、そこを言わないと、だってただ悪口を言うだけのところになったら、それはもうね、本末転倒だから、うん、そうですね、そうですね、はい、そんなところかな、ね、そうですね、こんな感じで今日は、あ、じゃあ、一応ちょっと立てるんで、はい、はい、すみません、曖昧だった、なんか、なんで四条金吾殿にあんなにすごい用心するようにって言ってるところで、私がほら、はい、観察をされかけたっていう、はい、そこのところをちょっと、御所でちょっと、パラパラさっきからめくってて出てきたんですけど、ここで四条金吾殿の語源っていうのは1407ページですね。このもう冒頭なんですけど、ここに先祖豪敵と取り合いについて恩踏みたまいき、詳しくに参らせ候と。だ少し前に豪敵と取り合った、まあ、戦ったっていうことについて手紙を打ったもあったと。で、詳しく見たよと。で、さてもさても敵陣に狙われさせたまいしか、前々の用心といい、またけなげといい、また捕撃用の信心強きゆえに、難なく存命せさせたもう、めでたしめでたしっていうふうに。敵に狙われたけど、今までの、ずっと用心してたし、まあ、けなげに信心を、けなげな心を持っていた。お客業の信心も強かったから、難なく存命、できたんだ、
それがめでたいめでたいっていうふうにやっぱ大少年さんもおっしゃってるんで、まあ、それにつながるような用心しな用心しなっていうまあ言葉だったんで、やっぱりそれは間違ってないなと思いますっていう、ね、話です。はい、なるほど。はい、あよっちーさん、はい、どうですか。そうですね、ちょっと難しかったですけど、ためになったと思います。なんで、これ、まあ、自分の YouTube なんで、自分の YouTube を自分で見て、またもう一回復習してみようと思います。そうですね。そういうふうに使えるといいと思います。はい、なんで、これからはですね、ちょっとまあ、仏教チャンネルなんで、まあ、検証会では習わなかった、その仏教用語とかをですね、どんどん紹介していきたいなっていう考え方もある。ただ、こう、検証会をバチバチに拝借する企画だけではなくて、やっぱり仏教チャンネルなんで、仏教用語、こんな言葉、僕、そうですね、召集入ってから、大梅通りってあるじゃないですか。あの言葉とかもこっち来てから初めて知ったんですよ、その言葉とか。ああ、私も。なんで、やっぱりこう、仏教チャンネルなんで、こうね、そういう専門用語とかですね、を、ちょっと紹介していけたらなと思いますので、何かありましたら、よろしく。そう、じゃあ、大梅通り、ちょっと僕も、勉強しておきます。あとは検証会員だったらあれじゃないですか。やっぱ六個の症状とか、あと門内障子とかも聞かないから。門内障子、それ聞いたことないっすね。それ動画は全部分けてやります？10分。それは分けてやった方がいい。10分ずつぐらいで。そうです、そうです、そうです。そうっすよね。OK です。わかりました。今日は終わりでいいですか？それともなんか大梅で、もう一回取り直して大梅通り行きます？大丈夫ですか？いや、ちょっと勉強。大梅通り、また次回にしようよ。そうですね。はい。また勉強してくるのか。あ、そうですね。かしこまりました。じゃあ、今日はこれで。やっぱ、そう、やっぱ公に流すからさ、はい、きっちり勉強してさ、はい、きっちりやろう。そうですね。かしこまりました。ということで、今日はこれで終わりにしたいと思います。本日はご視聴ありがとうございました。はいはい、ありがとうございます。失礼いたします。はい、ありがとうございます。